校に行くのってなんでだろう。学校が僕苦手なので、人が多いところ僕苦手なんですよ。なんかずる休みとか言われよたんがなんかしんどかった。学校で戸惑いを感じながら過ごす生徒もたくさんいます。14歳のクレハさん、中学校にはほとんど行っていません。いつ頃から学校行ってないんですか？4年生。なんかわからんって言って、学校自体が嫌いなんかって言ってもわからん、友達となんかあるんかって言ってもわからん、勉強嫌いなんか言ってもわからんなんかずっと長い間原因探しをしてました。母親のリサさんが子供たちのため居場所を作りたいと、海を望む一軒家で学ぶみんなで作る自由な学校を開校しました。地元のクレと風を意味するレラでクレラ。妹のスーちゃんも去年の秋から小学校を休んでいます。学校に行かなくなった理由とかある？うまく言えん。学校って行くもんだと思ってたから、親としたら泣いて引きずってでも連れて行ってた時期があったんですけど、子供との信頼関係が崩れるなと思ったのがきっかけで、あ、もうやめようと思ったんですよ。親として悩んでいた時期もありました。大丈夫よ大丈夫よってよってもう全部肯定してくれる先輩ママさんたちがたくさんいたしごめんすごく嬉しかったけん、その支えてくれた人たちがおるけん、今おるけん、私はなんか今度は自分がなんか元気になれたから、なんか困っとる人の支えになれるような居場所が作っていきたいなって。スーちゃんは母親の手伝いをする中で多くのことを学んでいます。そして地域の人との交流も大切にしています。入学式始めます。おめでとうございます。4月、みんなで作る自由な学校に双子の新入生が通い始めました。でも子供がもう幼稚園の時点で何ですか、登園拒否みたいな、字を書くのじゃあどうすんだとか、先生とかもまあいないわけじゃないですか、こういうフリースクールって。全部見させました、自分の目で。公立の地元の学校も行ったし、他のその広島の方のフリースクールも行ったし、で全部で見させて、そこはここはって聞いても、海の学校がいいって言って。子供たちが生き生きと過ごせる場所を選びたい、今ここが2人にとって生き生きと過ごせる場所になっていました。2020年度の不登校の児童生徒は全国で19万人余り、過去最多です。自治体もフリースクールなど生徒それぞれに合わせた学び方を目指しています。教室であってもどこであっても、最終的にその子が自信を持っていろんなコミュニティに出入りしながら、まあ、愉快な人生を歩んでいくっていうところ、これが究極の目的なので、多様な体験とか、環境ですね、これをやっぱり用意していくっていうことが大切かなと思ってます。ずっと待ってたんだ、自由になれるこの時間を。クレアさん、今ミュージカルに夢中になっています。みんなが一つの目標に向かって頑張ってて、なんかみんなキラキラしてて、なんかすごいいい場所だな。学校って何だろう。居場所を見つけられなかった生徒の声に耳を傾けてみよう。